こんにちは、ゆらここです。今回はこのトリップアラウンドザワールドのパターンのキルトを作ります。布の配列をワンブロックずつずらしてつないでいくことで連続した模様になる面白いパターンです。先に短冊セットを作ってからつないでいく縫い方のメリットが最大限に活かせるパターンで、個人的にも大好きなパターンです。使用するのはこの5種類の生地です。アイボリーの無地とグリーンの花柄2種類と白系の花柄2種類です。生地は5種類ですが、6ピースの模様の繰り返しにしましたので、このグリーンの布地を一番多く使います。まずはじめに、短冊を組み合わせてピースの塊、セット A から F の6種類のセットを作っていきます。このキルトはこの6種類のセットを組み合わせることでできています。右側はそれぞれのセットの必要数になります。各セットの必要数が決まったら、まず切り出す短冊の本数と要尺が決まります。生地幅が110センチを想定していますので、それ以外の生地幅の布地を使うときには、それに合わせた増減が必要です。それでは短冊を切っていきます。今回は全部 7.5 センチ幅でカットするので、あらかじめ定規に 7.5 センチってすぐ分かるように印をつけてあります。では切っていきます。短冊セット A を作るのに、1、2、3、4、5、6本の短冊を縫い合わせていきます。最初に説明した通り、2番目と4番目の生地が同じですので、間違えないように縫い合わせていきます。縫い代は7ミリです。
縫っている途中で時々縫い上がりの幅を確認してください。とんでもなく外れていなければなんとかなります。短冊が6本縫い上がりました。今度は縫い代にアイロンをかけていきます。これ 1,2,3,4,5,6 って順番になってるんですけども、 2,4,6 の偶数の数字の布の方に縫い代を倒していきます。短冊セットのアイロンがかかったら、今度はこれを最初の短冊と同じ幅 7.5 センチで切っていきます。短冊セット B は 1,2,3,4,5 本、セット A よりも1本少ないです。これを縫い合わせます。で、縫い合わせたらまた縫い代は 2,4 の布の方にアイロンで倒します。短冊セット、これは B ですが、 1,2,3,4,5 本で B ですが、今度 C になると1本抜けて4本。セット D になると1本抜けて3本。E になると1本抜けて2本を縫い合わせます。で、最後 F なんですけれども、これはセットではなく、この白い布を端から 7.5 センチずつの正方形にカットしておいてください。残りの短冊を縫い合わせたらこんな感じになります。長い短冊は長いまま縫い合わせて、中途半端な長さの短冊ももう一緒に縫い合わせてしまいます。あとは途中で切り離したりしないで、端から 7.5 センチで順番にカットしていきます。セットに中途半端な部分がくっついて残ったら、そこを部分的にほどいてやればそれで大丈夫です。